ス。6.06 ということですから、そして中野選手惜しくもね、一番人気でしたからね、一番人気でしたから、全然惜しくないですけどね。でもタイムで見たらすごいですよ、これは期待を裏切ってしまってすいませんでした。いやということで、最大の皆で紹介していただきました。いや、すごかったということですから、皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。クイズということを忘れではないでしょうか。忘れてましたよ、すごい戦いさせて。見事1着の多田選手を的中させた巨人日本ハム300点獲得です。桐生さん
ペースを行っていかがでしょうか。そうですね、やっぱり最初言った通り30メートルまで良かったんですけど、やっぱ多田選手が本当に、まあ、陸上選手の意地を見せてくれたなと思いますけど、まあ、今回でも野球選手の立場だったんで、うん、並木選手はあともうちょっとでしたね。ねえ、あ、だから最後スライディングだったら勝ってたかもしれない。最後スライディングだったら勝ってた可能性もあるかもしれない。ねえ、ちょっと来年もそれでスライディングでも陸上選手が普段やらないそうかね、足怪我する可能性。素晴らしい真剣勝負ありがとうございました。以上、ベトシーズン最下位だったので、はい、日本一目指してきてたので、いや本当に素晴らしい、本気で戦いました。いや本気で戦いました。ね、ワンター投手、新庄監督にもいい報告ができるんじゃないですか。はい、日本一目指して受けてたので、はい、監督が見てますか。やりました。ねえ、ありがとうございます。ねえ、さあそして MVP 賞の発表です。MVP に輝いたのは。バッティングとクイズで好成績を収めました日本ハム松本剛選手です。そんな話はない。田中のポケットマネー、なんで男の子なの。お前が掛け麻雀で。掛け麻雀なんかありないの。言うなぞ。松本選手には名誉が贈られます。まあでもね、松本剛選手はね、昨シーズンね、首位打者、ね、そしてこの超ウルトラでもね、MVP、そして日本一ですか。今シーズンの活躍も期待できそうですね。ねえ、どうですか、ね、新球場どうですか。いや本当に多分世界の素晴らしい球場ができましたので、ですね、ぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思います。
はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。それではこの場をお借りいたしまして、超プロ野球ウルトラ大会事務局より公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会へチャリティー基金の贈呈が行われます。大会事務局を代表して、一般社団法人日本プロ野球選手会丸義弘理事長より今大会の収益の一部が贈呈されます。公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会の代理を読売テレビ放送株式会社代表取締役社長大橋義満にお願いいたします。本日は日本がサッカーで非常に盛り上がっている中、超プロ野球ウルトラにご来場いただきありがとうございます。選手会を代表しまして、お礼申し上げます。今シーズンもコロナとの戦いの中、制限のかかったシーズンとなってしまいましたが、ファンの皆様に足を運んでいただき、たくさんの声援を受け、プレーできる喜びを感じられることもできるシーズンとなりました。プロ野球は選手、そしてファンの皆様と共に作り上げていくものだと考えております。来シーズンもファンの皆様のご期待に応えられるよう、選手一同精一杯頑張っていきたいと思います。変わらぬご声援の方よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。